川端です。よろしくお願いします。今回は階乗に関する方程式の問題です。早速解説していきます。まず23の階乗をね、これ計算すると大変なことになるんですね。23のびっくりマーク階乗って言いますが、23の階乗は 23×22×21×3×2×1 のことを23の階乗と書きます。で、これはね、ちょっと計算すると大変なので、まず、左辺、左側からね、攻めていくことにします。今、x2×1 なので、これ同じものなので、ちょっと分かりやすくするために文字で置いときます。ここ、a と置きましょうか。そうすると、a 分の a の階乗、イコール23の階乗、という具合になります。で、ここで a 分の a の階乗ですが、A の階乗っていうのは A から始まって1個ずつ数が下がっていって、まあ最終的に1までかけるもの。で、それを A で割ってるわけですよね。そしたらここ、約分すると、結局 A-1×A-2×…かける1になりますので、これを計算したものっていうのは A-1 の階乗という具合になります。したがって、この式は A-1 の階乗イコール23の階乗ということですね。そしたらこれ、階乗の中身が等しいって考えて、A-1 イコール23。マイナス1移行すると A イコール24という具合に出ます。で、A が24ですが、A は x2×1 のことなので、x2×1 イコール24。x2×-1=25。よって x=+-5 ですね。マイナス5忘れずにね、2乗して、25なんで、+5ということで、答えはこのようになります。わかったかな？階乗に関する方程式でした。以上で解説を終わります。では。